What's up, ladies and gents? どうも皆さん、バンチャー Z マーキュリーです。さあ、4分以内縛りシリーズ、コロラドをやっていきますよ。コロラドはターゲットが4人もいるしね、ちょっとばかり難しいんですが、ポン。じゃないと、ここ後ろからね、視線が通っちゃうんで、銃を撃ちました。ここも一回減速するようにしてくださいね。で、今回も、初期装備縛りなんですが、ワイヤーは使いません。やっぱりね、基本的にはピストルでなんとかするっていう形にどうしてもなるかなと思います。制限時間がある以上、やっぱり遠距離でね、いろいろできるピストルは最強のアイテムなんで。ポンと、まず、撃ちまして、で、上のシャンデリアを、あいつが曲がってから1、2、3、4、5歩目、もしくは6歩目で撃ちます。で、1つ目の銃声、聞きつけたやつが、こっち側から来るんですよね。これはね、ICA-19 っていう銃の性質上、仕方ないことです。多分ね、ICA シルバーボーラー、もしくは ICA ゴールドボーラーだったら、さっきの兵士は来ない。またクルーガーでも来ない。まあ、ICA-19 やったら来ちゃうんですよ。まあ、やっぱ初期の銃なんでね。で、時間差でエドラバグが死にます。で、エドラバグ死んだら、今度は、マヤさん。で、マヤさん殺したら、今度は正面と、右側、どちらからも視線が通っちゃう状態なんで、まあ、うまいこと。こうやって、切りながら、コインを投げる。最後、ショーン・ローズ。で、ショーン・ローズに関しては、ミーティングみたいなやつが今終わったところなんで、そこの壁を打ってあげてください。そしたらぐるりと回り込んで確認しに来るかな。はい、お疲れさん。シャン・ローズ confirmed down。とまあこんな感じでーす。さあ次北海道で一応ファーストステージは全コンプリートですね。次、セカンドステージ、ヒットマン3のステージまで頑張りたいと思います。まああと3日でね、新しいステージというか、クイックきますから、アップデートが楽しみですね。それじゃ、また会おう。ピッシュ。アウト。